お疲れ様です。今日はですね、ペヤング焼きそばアップルパイです。そして今日は、うちの奥さんのみーちゃんも一緒に、はい、立ち会ってくれてます。お疲れ様です。みーちゃんです。よろしくお願いします。みーちゃんです、はい、初めて登場なんですけど、これからちょいちょい出てくるかもしれないです、メインチャンネルでも。ペヤング、これかなり今話題なんですけど、なんか一部ではバッシングされてるみたいです。知ってた？知らなかった。なんか食べ物で遊ぶなみたいな。あー、なるほど、うん、そうでもまあこういうシリーズっていっぱい今まで出てきてるから、まあなんだっけ、あのガリガリ君とかで、あー、かなり出てるから、うん、まあ今に始まったことじゃないよね。でもこれをいかに美味しく食べれるかっていうことを今日はやりたい、できれば。なるほど、ラボらしく。ラボらしくもうしょっぱくしちゃうとかじゃないと思うんだよね、多分美味しく食べるっていうのは。なんだろうね。いや、もう甘くするしかないし。あー、デザートそう、アップルパイだからなるほど、うん、3分待ちます。で、その間にこれ火薬がなんとね、リンゴなんですよ。ドライリンゴ、ドライフルーツになってる。そう、乾燥リンゴ、うん、乾燥リンゴで、ソースがこれ多分シナモンとか入ってるんだろうね、多分ね、アップルパイだから。マルカ食品株式会社、うん、で今日はもうアップルパイに振り切りたいから、あれ何にする？宮城京アップルブランデーウッドフィニッシュ。ちょっとこれ高級なんですが、はい、もう惜しげもなくこれのハイボールにします。これ結構リンゴリンゴしてるので合うんじゃないかなと思って。飲んだことある？ない、まだない。飲まんとなくなるよ。早く飲まないとね。じゃあリンゴのリンゴそう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 、もうリンゴに振り切っていこうかなと思って、リンゴだらけにしてやろうかな。なるほどそう、そしてこれはね、今年の限定、今年だっけ、今年だね、2020年ってなってるから今年の限定日課の、ウイスキーシングルモルトです。45ミリ継ぎたいとこだけど30ミリにしとこうかな。継ぎたいね継ぎたい。うちもそんなにね、もう在庫があんまりないから、うんうん、で混ぜて、こっちにもちょっとすりおろしリンゴとかも入れても良さそうだよね。あ、もう完全リンゴに振り切る、うん、そうそうそう、最近あの梨ハイボールってやったでしょはいはい、あれみたく、うんうん、ちょっとすりおろすっていうのは割と美味しいなと思ってね、なった。はい、でお湯を捨てます。ちょっとこれ冷やしとこう。麺出ちゃったことある？今まで。昔は、うん、今みたいにこうなってなくて。いや、そうだよね、うん、その時は出しちゃったことあるかな、うん、あるよね今ね、なんかすごい湯切りもしやすくなって、うん、昔あの蓋だったもんね、湯切りがね。そうかもしれない。そうそう、うん、だから蓋がバコって外れて麺がこそっとね、そうそうそうあ、なんか間違えた順序。これ火薬入れないとダメだよね。入れないとダメだねこれちょっとここのお湯で戻すか、うん、そうだね、うん、私も普通に見ちゃってた今日普段いないあのみーちゃんいるからちょっと動揺したここで戻そう。そんなに時間もかからなそうだし、うんうんうん、このドライリンゴはどれぐらいでふやけるのかな全然大丈夫、もう、うん、ありがとう。この薄いしね、うん、もう一瞬でよかったみたいよし、これで
まず食べてみよう。お、めちゃめちゃアップルパイだけどね、そんなシナモンな感じではないね。アップルパイってシナモン使うのと使わないのあれって。あ、どうなんだ。でもあまり強くないのもあるよね。さっきなんかアップルパイのレシピ見たら、あのシナモンって書いてなかったんだよね。ないね。そうそうそう、やっぱり苦手な方もいらっしゃるからね。で、炭酸を注いで、先にいただきます。うん、うまい。なんか先にちょっとリンゴ食べちゃったからリンゴのニュアンスが全然感じられないっていうか、うん、若干ビターに感じちゃうぐらい。うん、ちょっともったいなかったかもしれないですね。うん、じゃあいただきます。話題のもうこういうのは避けて通れないよね。うん、こう食レポやるってなるとね。そうね。いただきます。うおー、すごい。うん、うん、あれ思ったより、なんか思ったより塩気効いてるし、なんか塩気が全然ないっていう話なんだけど、いや全然問題ない。うん、いやどうぞじゃあちょっといただきます。ちょっと怖いいや正直ね、ドキドキしてたけど全然。あ、でも香りはあ、ちなみにあのうちのみーちゃんリンゴアレルギーですリンゴのドライのやつは食べない方がいいので。うん、食べないように。あのそこ思ったよりはまずくなかった食べれるよね全然食べれなくないけど、いやこれお腹すごい空いてたら何の問題もなく食べれると思う。うん、なんか今でも全然大丈夫なんだけど、思ったよりきつくない、うん、あのリンゴの香りとか、そのシナモンとか、思ったよりきつくなくて、他のね YouTuber さんやってたり、そうそう他の人上げてたりしてたから、かなりきついのかなと思った。なんかリアクションが大きかったから、ね。意外と食べれるかも。でちょっとアップルパイに振り切ろうと思ってこれリンゴ買ってきたんですよ、ローソンでね。で皮むきリンゴ、アップルパイの中身をねさっき作りました。めっちゃ美味しい。 85g、 これもう入れちゃいましょう、うん、変わるかないやこれね美味しいんじゃないかな。うん、もともと大丈夫だから全然ありになった。余計美味しくなっちゃったちょっとデザートに振り切った感じ。そうそうそう、もうこの状態ではみーちゃん食べれないから、まあ火が通ってれば多少なり、少し食べてみる。そうそう、うん、まあ重いアレルギーじゃないから、生はねちょっと怖いけど、いただきます結構食べるね麺を
うん、いやなんか良くなったよね。お食事っていうよりはやっぱりデザート系かな。いやでもだいぶいいと思うね、うん、むしろ元の状態より良くなってない？美味しくなった。美味しくなったよね、うん、いやなんか元の状態で食べれなかった人はぜひこれで挑戦してほしいですね。これにさらにちょっとシナモンかけてみようかな。シナモン得意？多くなければああ、うん、まあ、シナモンはもうやめといた方がいいんで、うんうんうん、あ、もうかなりかかっちゃったかなりかかっちゃった。おお、もう焼きそばじゃないけどこれ一番美味しい食べ方かもしれない、もしかしたら。うん、変わった。うん、うん、まあでもこれはもう好みの問題、うんうん、それもあってもなくてもって感じ。それでなんか元の状態が味薄かったでしょ。薄かった、うん、だからあそこからなんかしょっぱくしちゃうことも可能だと思うんだよね、うん、もうソースとかかけて。ああ、なるほど。あれでもそれでも美味しいと思うんだけど、うん、それだとなんか普通の焼きそばにしちゃうってことだからあんまり、うん、まあ、このアップルパイの焼きそばの意味がなくなっちゃうね。これ一番美味しいです、うん、後味は完全にアップルパイだね。うん、いや、もう全然問題ない、うん、思ったより全然いけたかもしれない。いけちゃった、いけちゃった、うん、何点にしようかなって今考えてるこれもね、手に入るところと入らないところがあるんですかね。そうそうそう、うん、この辺売ってないもんね。うん、うん、ないね。正直ね、ハイボールはあんまり合わない、ね、残念ながらちょっと甘いから、うんうん、ちょっとビターに感じちゃうというかね。あー、なるほど、うん、うん、あら普通に完食できちゃう、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやちょっとね、衝撃、全然余裕だったちょっと怖かったけど、うんうん、でこれね、しかも視聴者の、ね、方から実は直接いただいたんですよ、若い人ね、うん、で直接お店に来てウイスキーもたくさんもらったんですけど、まあ、そのウイスキーはちょっと後日紹介するとして、まあ、これ食べてくださいと、サブチャンネルで使ってくださいってことでいただいたんですね。ネットでね買おうかなと思ってたんですけど、まあすごいいろんなとこ結構探してもね全然売ってなくて、どこも仕入れないのか売れないから仕入れないのかね、かもしれない、ね、うん、だからすごいタイミングよくて、はい、ありがとうございました。こんな感じで点数つけます。はい、はい、ペヤング、うん、焼きそばアップルパイテイスト、点数の方は43点です。